チョコお土産だよ。うん、チップ振ってんな、チップ振ってんな。ピーピーだよ。どうぞ。はい。俺のだぞ。チョコから。うん、そうして。チョコあん、腹水が溜まってこんな。いっぱい食べてください。チョコちゃん腹水が溜まって、でも話を聞いてるよりは全然元気そうかな。チョコちゃん腹水の溜まってる感じはこんな感じです。でも腹水はねちょっとね抜けないそうなので、うまく付き合っていかなければいけないです。気に入った？気に入ったの。よかった。相変わらずの俺様だな。ねえ。うん。よかった。そう、チョコはそうじゃなきゃね。何でも食えるんだったら、なんで、なんで。チョコちゃん、お昼ご飯中です。ほら、食ってんでしょ。うん。大丈夫なの？本当だね、食欲ある。その味を何やりすぎかね。ね、これちょっとこのお水入れたの？その水入れた。あ、よかったよかった、うん、それに少しずつ慣れてさ、ね、お友達から教えてもらったこの高糖杉の漢方薬のお水をチョコに試しています。炎症をね抑えてくれるらしいので、ちょっとこれで期待したいです。そう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 、全然問題ないね。ああ、よかったね。まあこの作戦で飲める飲める。よしよしよし、今度は大丈夫じゃない。ほら、もうあるんじゃない。なんかね、飲まない子は、飲んでくれない子は飲まないらしくって、だからどうかねって。ほらほら、ディやってんだよ。ああ、よかった。えらいの、チョコ。おやつ食いたさにさ。うん、ちょっとお水させば、じゃあ。うん、そしたら、食べなくなる。何すんだよ、つほら。ん？ん？水分増えちゃったね。水分増えちゃったね。水分増えちゃった。ん？何入れたの？じいちゃん何入れたの？はい、あれ、あれ、それ、はい、ここだ。あら、いいね。はい、これだけ。もみちゃんも食べちゃいよ。怒られるよ。おいおいおい。いや、飲んだっていいよ。もみちゃんも健康になっちゃう。あ、でも、うちの子にも買った。うちの子にも買ったよ。うちの子にも買いました。買ったのはいいけど、もう飲んでたっていいんでしょ。うん、いいよ、飲んで。飲むのいいけど、ほら、チョコタにせっかくあげたいのにさ、規定の量を飲ませたいからさ、そばんびが食べてどうするの。いいけど、マミちゃんもおやつ食べちゃった。チョコ食べて。おやつどうぞ。ほら、まだおやつ入ってるよ。うん。ほらほら。はい、チョコ、行くよ。ほら、おやつ。はい、どうぞ。この作戦でちょっといけそうです。よしよし。味が慣れちゃえば。そうだね。そんなになんかさ、漢方薬っぽい匂いはするけども、きついものじゃないから慣れちゃえばいけそうだね。よしよしよし、頑張ろうね。チョコ、これでお腹のお水がいなくなってくれたらいいな。奇跡よ、これ。チャンネル登録よろしくでやんすよ。